三木谷先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。20代の女性の方からの質問です。はい、私は今度、二重切開の手術を受けようと考えています。以前に単位で埋没法を受けた時に緊張して、目に力を入れてしまい、そのせいで術後にすごく腫れてしまいました。腫れが引いた後は、二重の幅や形に左右差があったため、手術をした病院に医師に行ったら、あなたが手術中にすごく力を入れていて手術がやりにくかったから左右差が出たんだよと言われてしまいました。手術中に力を入れていたせいで左右差が出たり仕上がりに影響が出ることはあるんでしょうか。あと切開でも手術中に力を入れていると腫れは強くなりますか。手術中に、力を入れないようにする方法などはありますか。今度は切開を切開なので絶対に失敗をしたくありません。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。そうですね、まずやっぱり力は入れない方がいいに決まってますね。はい、力を入れると筋肉が腫れも強く出るし、腫れが長引くってことはありますね。あとは手術の仕上がりに差が出るかっていうのは、はい、出ることは正直あるかもわからないですよね。やっぱり力を入れるとプルプル震えるし、はい、力を抜いてこのニュートラルの状態だと、はい、メスも入れやすいしハサミも入れやすい縫いやすいんだけど、はい、力入れてるとねシワシワになっちゃって、はい、きれいにメス入れられなかったり、はい、上手に縫えなかったりとかすることもなくはないから、はい、多少仕上がりに影響が出るかもわからないですよね。やっぱりそれはね上手な医者に任せるか、はい、下手な医者に任せるかによって違ってくると思いますね。はい、なるほど。上手な医者だと、はい、コンディションが悪くても、はい、それに適応してね上手に手術できるってこともあるけれど、はい、上手じゃない人だったら適応できなくてうまくできないってことはあるから、はい、なんだってそうだと思うんだけれど、はい、例えばその陸上でね 100m 走する時だって、はい、例えばボルト選手がね、はい、もう最高のコンディションで体調も良くてね、はい、で風も吹いてなくて、はい、地面もいいコンディションだったら、はい、もう最高のタイムが出せるけれど、うん、例えば体調悪かったりとか、はい、雨が降ってたりとか逆風が吹いてたりとか、うん、地面がぐしゃぐしゃ濡れてぐしゃぐしゃだったりしたらね、はい、それ9秒6で走れるのも、うん、9秒8とか9になっちゃうかもわかんないから、うん、はい、手術も一緒でやっぱりいいコンディションで手術する方が結果もいいっていうのはありますよね。やっぱり力入れてなくてね、はい、ニュートラルの状態で手術させてもらえれば100点の手術ができるのに、はい、力入れてたらそれが99点98点になったりとか、はい、あるいはあんまり上手じゃない医者だったらもっと50点とか40点まで落ちちゃうかもわからないですよね。なので、力入れないようにするのが大事なんだけれど、はい、どうしても力入れちゃう人は、はい、なるべく上手な医者にやってもらうっていうことが大事だよね。あ、上手な医者の方が悪いコンディションでも、はい、いい結果を出す力があるからだよね。経験があって手先が器用な医者の方がいいよね。はい、うん、そうですね。そう、やっぱり僕普段切開の二重、はい、たくさんやってて1日10何件もやってるけれど、はい、やっぱり10人に1人ぐらいはね、はい、どうしてもギューッと力強く入れちゃう人はいますね。そうですよね、もうそういう人に当たっちゃったらもうしょうがないなって思って、はい、とにかく早く丁寧に、はい、手際よく手術するようにしてますわ。はい、やっぱり手術力入れちゃう人に、はい、力抜いてって言ってもね、力抜いてくれないんだよね。難しいですよね。うん、緊張してるからギューッと力入れてるわけであって、はい、力抜いてって言っても抜いてくれないね。そうですもんね。そうそうそう。怖いのと緊張とあって、うん、はい、あとはね、なるべくねデザインを、はい、医者に任せる方が力入れてもいい結果が出ますよね。はい、そうなんですか。そうそうそう。例えばデザインすごく細かく要望される方いますよね。はいはい、平行型でここは何ミリでこう、うん、
端から端まで同じ幅にしてほしいとか、はい、そうするとやっぱり切開線とか内部処理の仕方もすごく細かくやんないといけないわけですね、はい、0. 何ミリ単位で、はい、だけどそういう人が力入れてるとそういうのやりにくいですよね、当然。でそういうの関係なくて本当に自然なラインで二重作るだったら、はい、二重のこのまぶたのシワに沿って切開すればいいから、だいたい切るライン決まってるから、はい、力入れてたり動いてたりしても比較的いい結果が出しやすいっていうのはありますけどね。ただ皮肉なことにやっぱりカウンセリングでね、細かい要望をする人ほど手術中に力入れたり動いたりっていう人はねことは多いですわね。そうなんですか。そうやっぱり力入れるとプルプル震えて、もう 0. 何ミリ単位でこっちはメス入れたり縫ったりとかするんだけど、プルプル震えるだけでも1ミリとか2ミリぐらいの幅でプルプル震えるわけだから、確かにそうですね、やっぱり細かいデザインで手術しにくいっていうのはありますわね。はい、そうですよね、なかなかご本人さんはそうですよね、緊張、難しいと思うんですね、はい、あとはね、はい、手術中動いたりとか、はい、あとうんってうなずくのも良くないですよね。そうやっぱり、落ち着きがない人って時々いるんだよね、多動症の人とか、はい、そうしたらね手術中でもねってね、ずっと動いてる、そういう人は大変です、その動きに合わせてやんないといけないから、はい、やっぱりそういう多動症気味の人とか落ち着きがない人もやっぱりなるべく上手な医者に任せた方がよくて、下手な医者に任せちゃうとものすごい大きな左右差が出ちゃうっていうことはあるし、なるほど、あとね、手術中にね、話しかけられてもね、はい、ってうなずいちゃ絶対ダメですよね。そう、メス入れてる時にね、例えば看護師さんが痛くないですか、はい、って言ってね、ってうなずくとね、ってメスも行っちゃうから、ってね、大体5センチとかぐらいですからね、怖いから、だからまあ、はい、手術中に話しかけないようにはしてるんですけどね、はい。はい、もちろん看護師もそのメス入れてる最中とか細かいことしてる最中にね、はい、痛くないですかとか、はい、もうすぐ終わりますよとか言わせないようにはしてるんですけどね。はい、はい、なるほど。でも確かにこう話しかけるとこう、なんか反応しなくちゃいけないとか、私も結構やっちゃいそうな、そうついに手術してること忘れてはいってやっちゃう人怖いからね、なるべく僕は話しかけないようにしてるんですけどね。こちらも気をつけていかなくちゃいけないです、患者さん側も、はい、そうですね。あとは手術中に力を入れないようにする方法はっていうことがあったけど、はい、一つはやっぱりリラックスすることが大事だから、はい、イヤホン入れて iPod とかで音楽聴くっていうのがありますわね。そう、好きな音楽とか聴いてればその分リラックスできるし、はい、ハサミとかでねチョキチョキしてる音とかで怖くなって力入れちゃう人もいるから、そういう音も入ってこなくなるから、はい、僕に関しては、はい、目の手術はイヤホンで音楽聴くの全然 OK ですので。あ、そうなんですね、ほとんどの手術は音楽聴けますわ。あ、そう、例えばフェイスリフトとかはこういうところ切るからイヤホンできないんだけれど、はいはい、あとは耳介軟骨移植なんかここで軟骨取るから、はい、できないけど、それ以外の鼻の手術とか、はい、目の手術とか顎の手術とか、ほとんどのは僕に関してはイヤホンで音楽聴いてもらって大丈夫だから、はい、それも一つの手だし、あとはね、はい、やっぱり力入れたり動いたりする人って、はい、やっぱり環境に甘えてる人が多いんだよね。その医者や看護婦に甘えちゃってるから力入れてるっていうのがあって、緊張してこんなに力入れても上手にやってくれるだろうってね、思っちゃってる人がいるから、はい、そうじゃないんだと、いい結果出すためにはやっぱりリラックスして、はい、手術する医者に、いい環境を提供しなきゃいけないんだって思ってもらった方がいいですよね、なるほど、そうですね、やっぱり子供とか風邪ひいてさ、はい、その点滴打つとか時でもさ、はいはい、大暴れする子っているじゃない、ちっちゃい子だと、はい、大暴れするけど、そうすると余計やりにくくなって、はい、そしたら失敗しちゃって、で何回も刺すってことあるじゃない、はい、でも賢い子供ってさ、はい、先生に一発入れてもらうためにおとなしくしてくれるんだよね、で賢くない子が大暴れしてで何回も何倍も刺されちゃうっていうのがあるから、はい、やっぱり二人の手術も一緒で、やっぱり大騒ぎすれば、はい、
この痛みから逃れることができるんじゃないかって勝手に変に思い込んでるからっていうのもあるから、そうじゃなくて、はい、やっぱりいい手術してもらうためにはなるべく力抜いてリラックスすることが大事だと、うん、確かにそうですね。そう、うん、だから僕なんかもね、はい、手術中どうしてもものすごい力入れたり動いたりしてね、はい、どうしても手術できないっていう時は、はい、ちょっと動きすぎて力入れすぎて手術できないよって言うんですが、はいはい、こんなに力入れてたら手術の結果も悪くなっちゃうよ、うん、損するのはあなただよって言うと、はい、ピタッと止まるんですよ。手術の力も動きも動きも。だからそういう人はね、甘えてるから、そうですね、うん、そう、子供が点滴から逃げるのと同じ心理で、うん、力入れちゃってるんだけど、はい、我に返って大人になれば力抜けるっていう人はいるんだけど、はい、あんまり手術中にそんな脅しのような言葉を言うとね、後で、冷たかったとか言われちゃうんで、そう、手術中に先生に脅されて怖かったとか後で言われちゃうことがあるから、はい、なるべくその、うん、もう最終手段は使わないようにはしてますけど、まあ、はい、そういう感じで、うん、もう大人になってね、はい、そう、いい環境を提供しよう、いい結果を出そうと思えば、うん、自然に力も抜けてリラックスできて動きも止まると思いますので、はい、なるほど、ということです。そうですね、はい、まあ、確かにその言われてみれば、私もなんかちっちゃい時に注射で暴れてそって言われた記憶があるので、そうです、はい、はい、そって考えれば、そうです、皆さん、そんなに暴れると何回も痛い思いするだけだよって本当にその通りなんだけどね、針が刺さったままだよって言われるので、はい、はい、皆さんもじゃあその気持ちをちょっとこう思い出していただければリラックスしていただけるのかなと、はい、はい、思いました、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、お願いします、はい。